オールドセイント、レオのアイオリアが目覚めたのは光あふれる美しき地上であった。聖夜たちを助けるため嘆きの壁で命を燃やし消滅したはずの彼に一体何が起こったのか。そして新たなるクロスの謎とは。今再び蘇る黄金のコスモ、セイント聖夜ソウル・オブ・ゴールド。君はコスモを感じたことがあるか。4月11日全世界配信開始。蘇れゴールドセイントよ。今こそ神のクロスをその手に。これは君がまだ感じたことのないコスモだ。もう一度コスモを燃やさないか。セイント聖夜ソウル・オブ・ゴールド、セイントクロスマイス EX。 じゃあ山田君。今日からお世話になります。山田博史です。獅子座の26歳です。趣味はゴルフとサッカー観戦で、休日はほとんど外にアクティブ。もういい、もういいと言ってるのだよ。部長のアイオリアへの嫉妬、それはまさにチラシライトで言ってたのか。セイントセイヤソウル・オブ・ゴールド、セイントクロスバイス EX。 私が考えたのはこれ、羊のアロマキャンドルです。女子的にはすごくありです。デカすぎだ。女子的なの。ムーカ、ありだな。部長、その質じゃもうじゃない。セイントセイヤソウル・オブ・ゴールド、セイントクロスバイス EX。 Thank you.
Thank you.
我们一定要乌龟跑。